はい、ピースケでサクスペやっていきますということで、普通に消化でやろうと思ったんですけど、はい、なんか1000丸出ちゃったのでセカンド育成やっていきたいと思います。はい、またクラピカ使いたいんですけどね、うん、またクラピカ使いたいんだけど、はい、でただミッションで電光石火を消費したくて、セカンドだけちょっとまだ P すら行ってなくて弱いので、ちょっと作りたいなと思ったら、持ち込みで千丸が来たという、はい、今ここでございます。はい、でまあ、うん、普通に千丸育成っていう感じで動画を撮りますよっていう感じでございます。はい、うまくいけばだけどね、失敗すればただの没動画なので。でやっぱクラピッカの方がいいかな。うん、走塁で、しかもなんだっけ、金徳も多いしね。でただまだ解放できてないので、まあ、本気でやるのはまあ来週ぐらいからになるかなというふうには思っております。あれいないんだけどそろそろチェンジできるかなと思ったら、ね、いなかった。でこの子はね、なんだろうね、まあ、スワノと比べてなんかやっぱラブパ関係がよく出やすいかなって感じするんで、であとマイベなので、なんだっけ、後ろの方に回復が寄ってくれる印象で、スワノはなんかガンガンデート来るっていう印象なので、なんだろう、体力回復のタイミングがわりかし本和歌の方がいいかなっていう感じはしております。まあ、まあ俺の個人的な使用感ですけどね。なんでまあどっちが強いとかって、野手はねないと思うんですけど、まあ投手は強いけどね、圧倒的に投手用で、まあわよくばっていう感じのキャラだと思うんですけど。あ、197通さないといけない感じかな、これは。で守備をね中心に上げたいんですよね。どうしよう、通ってくれ。4周だから怖いんだよね。きたですよね、知ってる。3周目と4周目はより怖い感じなので、皆さん気をつけて。今3タック惜しかったね。おーい、でいないね。やる気で戦力上げれるかな。9位、いないんだけど。40まで上げるか。でそうなんだよね、中途半端なんだよな。そうなんだ、お前の立ち位置がね微妙なんだよ。下克上かけられそうな感じでもない。トップ3とかだとね、すぐ下克上でモブに行ってくれるんだけど、あ、忍耐あるから忍耐新鋭で行きます。おー、ナイス。2タックは割と来てるかな。でちょっと走塁キャラがいないので印象が心配ですっていう感じです。
はいはい、どうしようかな。あ、ラブパーで直してもらった方がいいのか。じゃあ直してちょうだい。なんで枠は間に合ったと。ちょっと足んないんだな。ちょっと怖いけどもらっとくか。デート来るパターンかな今日は。あと3でいけんだ。じゃあなんか金徳あればいけるかな。はい、あ、1個でいいんだ。返してもらえる。下がってるから無理か。人多いとこ危険だしな。無理か。ラブパ来たら御の字。 OK、 ありがとう。4位です。筋力もらってもいいかな。なんだこの戦いは。2位まで来ました。もらっていきますか。怖ー、あと1回だ。タックがまだ来てないので、1位の任務が終わったなら違うことしたいよ。タック来てほしいよ。来ない。どうしようかな。失敗すんなよ。ナイス。金徳増やしてよ。
こいつ改造したらまたまだしばらくは引いてもらえるのに、なんで。こんなキャラにいちいち改造してらんないのか、難しいな。942、蓄えといてくれ。微妙ですね。なんか走塁キャラ欲しいな。またに、あ、こじこじ。走塁ないけど、しょうがない。こじはナイスです、うん、ナイス精神。あー、ここ筋力だったな。肩か守備だ。肩か守備のつぶつぶ。不一致しちゃダメなんだよね。未だによくわかんないけど。はい。800。うん。筋力来い筋力。あれどっち？上だった気がするんだけど、上じゃないような気もする。ほんわか。選択肢どっちですか、どっちですか。選択肢、あ、上ですね。上でございます。取らざるを得ないのでね、電光石火は。あ、ナイス。そもそもの目的が電光石火取ることなので。致し方ない。頼むよ。おー、ナイス。更新チャンス。軽眼しました。うーん、そうね、印象ですね。守備100で失敗したらもうどうしようもない。あ、敏捷いけますね。素晴らしい。もう使い切っちゃいましょう。オッケー。うん、素晴らしい。精神来てますね。来てますよ、足りないところに。
4。4、もう1回4ぐらい。いや、本当はダメ、本当はダメよ。どこだろう。これはあえてのカタレンかな。あえてもないんだけど別に。ただ行くとこないからカタレン行くよっていうだけの話なんだけど。入るタイミングっていつ？セカンドいつと、なんかいらんとこに来てる。肩でいい。本当に人がいないもんね。肩でいいや。打撃ですかね。これは？ああ、貫通しないコースね。そろそろでかいタック欲しい。点がなくなってきた。オーマイガー。筋力でいいかな。筋力が欲しいからね。多分カンストじゃないね、これね。いやマジでそろそろでかいタック来ないと枯渇してゲームオーバー。どっちかな。技術より取りにくいの優先かな。こっちにしよう。次精神来い。おまずです。いやー、ちょっと弱いんだよな。精神でいっか。620だからありません。あ、ピエロチャンスが来た。あと人が微妙なんだよな。筋力です。これでもラスト来るんだよね。まあ、待つほどのことでもないんだが。いいやつ来い。あ、派遣来たー。シャッフル使わなかった。でも派遣一人か。どうしよっかな。全財でもあり。忍耐ないけど。まあ、おとなしく保管にしとくかな。いや、派遣でいいや。いや、派遣でいいやじゃない。間違えた。これは踏んどきたいかな。
リルがあって多分あんま持ってないよね。行きたいかもしれない。レイリー派遣入ったから割と点は持ってると思うけど、難しいな。体力が心配だからこっちでいいや。大丈夫だったあ、全財全財かな。印象来た時に電光石火取ればいいか。追い打ちってどうなんだっけ。関係なかったっていうね。さすがに、イベントさすがに完走するよね。精神来てるけど。技術系印象一発欲しいよな。臨床金徳が続々と来ている。誰が持ってたか。なんもないからしょうがないか。なんかあればそっち行くけど。精神、精神系ですね。精神系この辺か。リベンジ？なんで負けてん。あかんな。肩しかない。イベントで精神どうしよう。行くしかないか。筋力いてほしかった。
アーチーちゃんバイバイ。あーどうする、もういっか、メンツがちょっと微妙だよな、え持ってるし、大丈夫なのか大丈夫ではないか、なんて言うの、なんとも言えない点数です。印象が来ないと積む感じではある。あ、で、アンダーまだ取ってないんだ。それはきちいな。お待たせいたしました。5番。負けないで、ナイスです。うそ、踏むしかないのか、いやー微妙ですね。あ、レイリー持ってんだ、筋力でもいいけど、筋力でいいかな。いやーどうでしょうこれ、積むパッティーンだな割と。タック来ねえとは結局なんだよな。むず、この行動が吉と出るか凶と出るかが結構運ゲー、なんか結局筋力足りなくなる可能性もあるし、分かんない、誰どこに誰が来るかによる。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で打った、これは強烈、右中間、東総学園追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー3塁で打ちました、痛烈、入った入った。東総学園リードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁で、これはいい当たりだ、いった、場外、パッティングは今日は打ててる。5番
たまに意味わかんない調子の崩し方するからね、それがポイント。それはアホ。今のはちょっとめんどくさいから打っちゃった。敏捷くれへん？レイリーとか。ああ、うまいか。一旦体力回復だな。ああ、でも打撃きた。そう、アンダー取るしかないな、これ。レイリー敏捷来て。レイリーが敏捷来てぐらいしかないなお願いできることが。うん、点で全然出てない。お待たせいたしました。2回の裏、桐桑学園攻撃に入ります。この回のトップバッターは浦川。打ちました。これはいい当たり、入る。センター見送。桐桑学園リードで迎える4回です。先ほどホームランを放った。流れが詰まったら終わりだからな。止まったら終了ゲー。実際1月ぐらいでもう、1月頭ぐらいではもう開眼してないとチャンスに余裕ないよね。2ヶ月に1回ぐらいタック来ないと多分きついし。あ、来た。待ってた。999だよね多分。991。これで金徳関係は OK かな。多分 OK。 ささやき破り。このデッキでは OK か。緑のおらなそうだな。ピカで頑張るかクラピカいれば敏捷困ることはないと思うんで。トップバッターは浦川。打ちました。痛烈。バランス的にはね。得意連も高いし、6回の裏桐桑学園攻撃に入ります。ちょうど欲しかったところではあるか。今日3打点を挙げています。投げました。外角低め、ボール。第3球はこれはいい当たりだ。いった。入った入った。ノーヒットじゃん。桐桑学リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている。大谷な。うちの先発いつから大谷になったの。うわー、2本打たれた。キリル、キリル2本打たれた。ほぼほぼ大谷だった。でもあー、点取りきれない。あー、精神何今の点取りきれ、あ、精神って。どうしよう。使い切り、使い切りたい。使い切りたいけど、どうだろう。無理でした。いやー、結構点取れなかったな。
こうするしかないよね。最後精神でなんか開眼すればいいか。3万2000、あとまあ1000点ぐらいでね取れてもね。そうだよね、試合で400、エピで400、あの本若だけでね。残りがまあ200点ぐらいはありそうな気はするっていう。残りのエピローグピエロとかがね。第9投げました、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました。ファー第2球投げました、打った、いったか、どうだ、入るか、取り。あと3ターンカンスト取れる練習を踏まなきゃいけないんだけど、まあ、体力関係とかでね。8回の裏、東総学園攻撃に入ります。この回の先頭バッターは浦川、今日3打点を挙げていく、マシンで捉えた。点を貯めれるぐらいタック来てて、なおかつだからなんとも言えないな。なんで試合経験で高いんだこれ。友沢か、2位です。3000のらギリギリぐらいかな、これは。この感じは思ってたより敵が多い。ああ3000、惜しい。あと303点でピッタだった。金徳をどうするか。査定高い徳のってこれと印象はちょっとやめときたいな。はいかろう、インかアウト。印象取ると格上げれないから、ドゥルルってして、あでも一応、これで開眼したら勝てると思う？もう取れる得能はないんだよね。なら開眼になんかかけた方がいいよね。どうだろう、何点、すげえ安いの取れないと多分ダメなんだよな。こっちかな。これ何なら取れんの。まあ青得取ってるからすげえ安いのなら、いやこれ100外れ。終わった。今やったーって言ったつもりだったんだけどさ、終わったって言ってなかった。あこれ人気者取れるな。取れねえじゃねえかよ。誰だ取れるっつったの、俺だ。こんなもんかな。クラピカ使いたいな。クラピカならこれプラス何、あの独身術分は乗るわけでしょ、確定で。はい、ということでございました。うん、まあミッション攻略にしてはよく頑張ったかなっていうふうに思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、高評価お願いします。バイバイ。